皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。前回の動画で芸備線の沿線人口を調べ、その需要の実態に迫りましたが、今回は同じ手法を用いて、廃線になった路線が存在していたら輸送密度は現在どのくらいになっていたのかという企画をお送りしたいと思います。今回取り上げますのは、博多にほど近い場所にありながら廃線になってしまった勝田線です。博多駅からわずか一駅の場所にある吉塚駅から分岐し、筑前勝田駅までの 13.8km の路線ですが、今でも残しておくべき路線だったと言われています。その勝田線の駅があった場所の周辺人口を調査し、そこから輸送密度をついて、本当に残しておくべき路線だったかどうかを確認してみたいと思います。人口調査の条件は基本的に前回、芸備線の人口調査動画と同じです。市町村単位ではなく、1丁目といったもっと小さな地域ごとの人口を使用します。対象地区は駅の半径500メートルの人口。前回の芸備線の動画では、駅から1から2キロメートル程度で調査しましたが、実際に駅まで歩く距離はそれ以上になるだろうというご意見をいただきましたので、それを反映し、今回はルールをより厳しくして、駅の半径500メートルといたしました。ただし、その半径500メートルの園内に一部でも入れば対象地域として人口にカウントします。同じく人口の数値には、国勢調査最新の数値である2015年度のものを用います。やや古い数値ですが、詳細データとしてはこれが最新です。それでは鹿児島本線と勝田線の分岐点である吉塚駅から終点筑前勝田駅に向かって進んでいきます。まず最初の駅は御手洗駅です。この駅の周囲は、粕屋郡締め町の御手洗1丁目、別府北1丁目から4丁目となります。この地名は漢字では別府と書きますが、読みは別府となります。ちなみに、締め町は全国の町村、並びに鉄道のない市町村の中で最も人口密度が高い地区だそうです。これだけでもなんだか輸送密度がとても高そうな路線になりそうな予感がします。さて、これらの地域の人口は15歳未満が672人。15歳から64歳が2646人、65歳以上が453人、合計3771人となっています。前回の芸備線で最も人口の多かった東条駅に匹敵しますが、こちらは半径500メートル、東条駅は半径2キロメートルの人口でした。またこの辺りは商業施設や企業の営業所なども数多くありますので、思ったほど人口は多くありません。では次の駅、上亀山駅へ移動しましょう。ここは区間距離がわずか900メートルです。この駅の周囲は、粕屋郡締め町の別府1丁目から4丁目、別府西の1丁目から3丁目、南里7丁目となります。これらの地域の人口は、15歳未満が1571人、15歳から64歳が5330人、65歳以上が1668人、合計8569人となっており、御手洗駅近辺よりもかなり人口が多くなっています。ちなみにこの上亀山駅があった場所は現在公園となっており、上亀山駅跡公園という名前が付けられていますが、残っているのは名前だけで他には何も残っていません。では次の駅ですが、ちょっと離れて締め駅となります。この駅の周囲は粕屋郡締め町の締め1丁目から4丁目、締め中央1丁目から4丁目、東公園台1丁目と2丁目となります。これらの地域の人口は15歳未満が1077人、15歳から64歳が4189人、65歳以上が1539人の合計6805人となっています。締め駅の跡地は締め鉄道記念公園として、こちらは締め駅跡として遺構が残っています。では次の駅ですが、こちらもやや離れています。次は下海駅です。ここからは締め町のお隣、粕屋郡海町となり、駅の周辺は海1丁目と2丁目、高照寺1丁目と2丁目、明神坂1丁目から3丁目となります。これらの地域の人口は15歳未満が584人、15歳から64歳が2005人、65歳以上が871人、合計3460人となっています。次の海駅とは800メートルしか離れていないため、海1丁目が双方の駅の範囲に入っていますが、海1丁目は下海駅の計算に入れて、海駅からは外しています。
そして次の駅が海駅です。こちらは粕屋郡海町、海3丁目から6丁目、海中央3丁目と4丁目、平和1丁目、貴船1丁目が駅の周囲500メートル圏となります。これらの地域の人口は15歳未満が956人、15歳から64歳が2830人、65歳以上が1129人、合計4915人となります。香椎線の海駅が至近距離にありますが、国鉄になる前のルーツが別会社であったため、駅は同一の場所ではなくやや離れていたそうです。仮に勝田線が存続していたら、博多駅までは勝田線の方が圧倒的に距離が短いため、香椎線の輸送密度に大きな影響を与えていたと思われます。では終点の筑前勝田駅へ向かいましょう。こちらの駅の周囲は粕屋郡海町、春田2丁目から5丁目、百合ヶ丘1丁目、2丁目、5丁目、そして6丁目がその範囲となります。これらの地域の人口は15歳未満が518人、15歳から64歳が2180人、65歳以上が740人の合計3438人となります。ということで、すべての駅の周辺人口を見てまいりました。ここですべての駅の周辺人口をまとめてみましょう。年齢を度外視すれば、駅の周囲500メートルの範囲だけで3万人以上の人が住んでいます。それではこの数値を用いて各駅の乗車人員を推定しますが、それには海駅の周辺人口と香椎線海駅の2019年度の乗車人員の相関から駅の周辺人口に対する利用者の割合を算出します。香椎線海駅2019年度の乗車人員は1902人でした。それに対し海駅500メートルの範囲の人口は4915人です。つまり人口に対して 38.7% の人が利用しているという計算になります。もちろんこれはかなり雑な計算であることは承知しておりますが、推定に使うための指標ということでご容赦ください。それもありまして、今回は駅の周囲半径500メートルというかなり絞った範囲で人口を計算しております。そしてこの 38.7% という数値を少し少なめに見積もり、平日は周辺人口の 35%、 休日は周辺人口の 30% が鉄道利用者という想定で各駅の年間乗車人員を算出します。平日は年間245日、休日は年間120日としています。その結果、各駅の年間乗車人員ですが、三鷹駅が平日323,363、休日が135,756、上亀山駅が平日734,792、休日308,484、志免駅が平日583,529、休日244,980、下海駅が平日296,695、休日124,560、海駅が平日421,461、休日176,940、筑前勝田駅が平日294,809、休日123,768となります。これらの利用者が全員博多駅方面へ通勤に使うと仮定すれば、これらの数値に吉塚駅から各駅までの営業キロと往復分として2をかけた数値となります。これが輸送人キロと呼ばれる数値で、輸送密度の計算に利用するものです。この方法によって算出された各駅の輸送人キロですが、三鷹駅が312万2011、上亀山駅が938万9482、志免駅が1209万6228、下海駅が859万3602、海駅が1316万4828、筑前勝田駅が1155万2711となります。輸送密度を出すには、これらの輸送人キロを足して、それを吉塚駅から筑前勝田駅までの営業キロ 13.8 と年間365で割ることになります。そして出てきた数値が11,499となり、これが私が推定する勝田線の輸送密度ということになります。もちろんこれを達成するには最低でも並走する香椎線並みの運行本数が必要ですが、この沿線の需要を考えたらそのくらいの運行頻度は問題ないと思います。香椎線の香椎駅から海駅までの2019年度の輸送密度が7,893、笹栗線の吉塚駅から笹栗駅までの2019年度の輸送密度が33,371ですから、勝田線で輸送密度1万以上という数字は全く不思議ではないと思います。
むしろやり方次第では2万近くになってもおかしくない沿線状況だと思います。まず終点の筑前勝田駅から博多駅までは距離から考えても所要時間30分以下が見込まれ、博多へのアクセス路線としてのポテンシャルは非常に高いものがあります。そして今回ご紹介した人口分布は鉄道がない現在のものです。仮に勝田線が存続しており、 JR 九州が本気でテコ入れをしたら沿線人口がもっと増えていた可能性もあります。さらに上亀山駅と志免駅の間、志免駅と下海駅の間、海駅と筑前勝田駅の間はそれぞれ約 3km の間市街地が広がるのに駅がありません。こうした場所に駅を設置することでさらなる利用者の獲得も可能だったと思われます。というわけで勝田線の輸送密度を算出してみました。今回は一種のファンタジーでしたが、よく勝田線を残すべきだったという意見を数値化したく今回の動画を作成させていただきました。もはや廃線になってしまったため今さら何を言っても仕方がないのですが、こうして数値で見ると返す返すも残念な廃線だったと言えます。それでは今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。